こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。ゼルダので、あー間違えた。これも今まだ寝てるよね。はい、ということでゼルダの伝説ムジュラの仮面続きやっていきましょう。ゴロ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 。今回は、あー危ない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 、宙に行くとはこのことでございますね。はい、ということなので、神殿攻略のパートをやっていき、ブイーン、神殿攻略パートをやっていこうと思います。痛い、こいつ何、普通に痛いんだけど、痛いって、ちょっと普通に痛いぞこいつら、しばくで、ちょっと待って、なんかもうなんか急に、なんか雪玉は上から降ってくるものであって下から生えてくるものではないんですよ、本当に。ドゥーン、あー、まあ別にいらないや、ハートの方が欲しかったな。あ、出た、下から生えてくる系雪、ゴロ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 、ほい、ドゥーン。さあ果たして前回の、残念だよー、無理です。あのなんかさ、前回というか、あのなんだっけ、ウッドフォールの神殿はさ、あのワンパートでなんかなんだかんだで痛いクリアすることができちゃうじゃないですか。なんか今回どうだろうね、できんのかな、1個のパートで。中ボスがまあまあ強い感じもしなくもない。痛い、ちょっと待って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 、痛い、シンプルになんかもうムカつくわこいつら、マジで。ほんとお前らもう二度と生えてこれないようにしてやっかんな、ほんと。春を取り戻したらな、うーららー、春、うーららららだからな、春よー、憎き春より、春は憎くなーい。肉巻き、春巻き、とんだ焼き、ぐるぐる回って、アスパラ巻き、侵入入ります。チャー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 、チャランチャラン、普通の体格じゃ無理です。やばいやばいやばい、後ろから変な奴らが向かってきている。でもこれをやっている最中はなんか全然食らってくる、食らう、おーおーおお、あちょー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 、ちょ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 っと待って、ちょっと待てって、よいしょよいしょ、何これ全員倒した、全員倒す系、あいた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 、違うほい、よいしょ、オッケー、これで全員倒したら、テラ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 ならない。よいしょ、よいしょ。あー、なんか地味になんかやっぱ使いにくいな。攻撃をまともにできないんだけど、まあそんなことはどうでもいいんだけど、と、よいしょ、よいしょと、どっちもあれかーい。で、あー、そういうことね。いや、ちょっと待ってね。注目、シュ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 、はやー、でん、ありがとう、うん、さてもう全く覚えてないよおじさん、もうだって20年以上前に遊んだんだもんね。わー、連なってる。あ、ボス鍵めっけ。でこれはどうしたらいい、これどっから行ったらいい、とりあえずなんか、あー、でもこれあれ多分炎の矢とかを、炎の矢ってどこで捕まえるの、まあ、とりあえずなんか空いてるっぽいところから行っていこうかなって感じかな。これまたどっか、あの下から雪が生えてくるとかではないのか。いや、これなんか2つセットだね。じゃあどこに連れてったらいいんだ、これ開けたことによって何か中に生えているとか。あー、あったあったあった、え、いきなり、なんだ、ダンジョンメープ、しかも小さな鍵、これ入り口に戻るってことだな。でもとりあえずこれをもどっかに持っていかなきゃいけないと思いますので、ちょこんなことだったらアリポンさんの動画でも見とけばよかった。でもね、ニコニコ動画なんだよね、アリポンさんの動画ってさ、ニコ動だからもうね、あのね、ないんだよね、覚えてないんだよね。あれ、ちょっと待って、一個冷静に考えよう、ゴルロンこれ登れないんじゃね、ドゥーンって言ったけどさ、あ、無理だったね、どうしよう、これだってどう考えてもリンクでも無理だもんね。これドーンってしておくことでこの間を飛べるようにしとくとか、そういうあれな、あ、違うわ、なんかハマったわ、え、フックショットが欲しい、
ぜひフックショットが欲しい。フックショット手に入れてからもう一回戻ってこようかな。それともこれあれ普通に登れる？あ、無理。しゃあないよ、じゃあ戻るか。で、入り口、これでも下に落ちていくっていうこともから、そういうことか。炎、あれ？あれ？炎じゃ無理？あ、いけんじゃん。刺さりどころが悪かったね。まあ、ツボツボマッサージしていて、いて。マジかよ。キッズ。多分ここに落ちても何もいいことないんだろうな。ということで、一個一個シコシコ登っていくしかないよね。あ、もう戻ってきた。ただいま。これだからどっから押したらせり上がってくんだろうな。なんかすげえ、なんかゴロンプ、あ、だからこれあれか、せり上げていく式女子か。なるほどね。なんでもなんとかなんとか女子って言っとけばいいみたいに思ってる、あの。あ、ちょっと待って、入り口に戻ってきちゃったよ。入り口に戻ってきたらなんか向こう側もあれなんだね。はい。ってことはうまくできてんな。リーチが短いんだな。あれ、ちょっと待って。この部屋よ。あー、もうすでに待ち構えてるやつが。あれ、固まってるあいつ。違うね。違うよね。そうだよね。ちょ、すげえ滑る。あ、痛い。滑るんです、す。あ、ちょっ、はい、尻尾が弱いんです。トラブルのララかな。こんななんか、そんなオープンササミみたいな状態になって大丈夫なのかな。プク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 。コンパスー。あれ、マップ、あれ、マップ無視しちゃった俺、もしかして。おいでおいで。ちょっと待って、ね。こいつ。来た。かぶって。これ今、食らった。あ、だ、大丈夫だよね。縦さえ持って。あ、なるほどね。爆弾の仮面をかぶっている間、ずっと爆弾になり続けるんだ。今できることは特にないのか。あいつらは何、挟まれてんの？ざま見さらせ。で、登っていくと、どこに来た？画面、画面、画面、画面。あれ、ここもしかして来るの早かった？行って！ほい。あー、登った。ん？ん？あー、なんかある。なんだこれ。炎の矢かな？あー、外れ妖精か。あれ、ここもしかして来なくてもよかった部屋？ぽいね。奥とかなんかあるか。シャーシャーシャー、パキーンパキーン言うてるけど。よいしょ、いやー、特にないね。じゃあ、ちょっと待って、大妖精、大妖精かぶろう。無反応ってことは、この部屋別に来なくてもよかったってことだね。めっちゃ髪なびいとる。美しいよね。でも、こういうギャル系の顔が好きっていう人もやっぱいるもんね、普通にね。うちの上司なんか、ギャル大好きすぎてギャルと結婚してるからな。ほい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 。よいしょ。違う。はい。お疲れ様でした。と。で、それはいいんだけど、ここはじゃあまだ、あれだね。来れないところなのかな。あれ、また入ってきた？あれ、じゃあここ来た。おお、めんどくせえな。おめえも何回も何回も出てきやがって。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと。この部屋は多分いっぱいあるんだな。ああ、行ってないところがあった。じゃあ、ここ入ってみましょう。もうなんか、髪がふわ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 なびいてる。あー、ここもあれなのか。落ちてきたところになるのか。なるほど。だから、一個から壺でかくない？こいつはどうしたらいい？あ、でもまだあれか。ここなんかどっか飛んでいく必要があるんだろうな。でもどこに飛んでいく必要があるの？マップがないとやっぱコンパスだけだとなんかただただあの、うろついてさまよってるだけのおじさんになってるね。じゃあとりあえずスイッチを押したらなんか、ゴリゴリにせり上がっていく？意味ない。よし、じゃあ行きましょう。チャー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 。おめえはなんだ？
よいしょよいしょ。ゴロンで、おお、なんかすごい。あ、じゃじゃじゃ、あーあー、なんか、妖精か。なんで画面が変わらないんだろうと思ったら、ただの妖精だった。ちょっと待って、ちょっと、やかましい、やかましい。え、じゃあどうしたらいい、これ。これ聞くところ？ん？どこだ？あーはーはー、あ、ちょっと待って、あっち行ってない？あっち行ってなさそうだな。よいしょ。ほい。パチュ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 。ありがとう。トゥトゥトゥ。あれ、まだいるんだな。あ、しかもこれ登って、ん？どっかにまだいるんだろうけど、とりあえず、こっち登っていきましょうか。テクテクテク、カメカメカメさんよー、登ってってー。お髪が伸びている、あれ、え、え？と、あ、なんか自爆してくれた。自爆テロ、自爆テロ。え？こんな簡単に手に入って大丈夫なの？バカ、あ、あれかな、もしかしてまこっちゃんのメガネをこうかけていく必要がある。あ、やった、ダンジョンマップだ。で、あー無理だね、ここまだ早かったのかな。あいつ倒せなくなってる、弓矢じゃ。マジか。ちょっと待ってね、これで？ほ、無理か。ってことは、ちょっと待ってね。違う。誠のお面で、誠のお面ってなんだ？あー、なるほどね。じゃあ、あそこに登っていくためには、やっぱ何かを手に入れてからじゃないと無理だってことだな。じゃあ、ここはちょっとまだ。じゃあ、どこ行ったらいいんだ？ちょっと、はい。行くのが早いと思うところばっかりなんだけど、この下とか。2日目の朝が始まっちまう。ちょっと待って、ちょっと待って、冬ブリザード、さよなら、ヒュー、パン。難易度が高すぎるぞ。あっち行っても仕方がないし、あ、ってことあれか、あの誠のメガネでもしかしたら見落としてるかもしんねえな。じゃあこっち行って、あ、やかましい。いや、なんもないな。ただ変なやつがいるだけだもんね。で、これはこれ温泉持ってこなきゃいけないとか、そういうオチ？いや、でも温泉持ってくる前に多分ここあれだよね、湯冷めしちゃうよね。で、しかもここ何にもない、何にもない、次の日朝、あ、そうだもんな。あ、鍵がある。どっかから鍵を手に入れなきゃいけないとこか。宝箱はこの上にありそうなんだよな。登って、あ、無理だな。ん？あ、そういうことか。ちょちょちょ、もう一丁。あー、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど、新一です。ほい。パキーン、20ルピーも稼げて一丁上がりってか。そういうことね。ちゃんと動線があったのか。すまんすまん。これいける？あ、いけるね。あっぶね。つらら落とし食らうところだったよ。そしてなぜルピーはそんなふわ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 浮いているのかね。よいしょ。お金ばっかり手に入るな。あお。で、これで、目の前の小さい鍵ね。やっと次に行ける。
多分これ2パートに分けていかないと難しいっていう感じがなんかムンムンするね。ドン、オッケー、チャラチャチャン、チャチャチャ、ほー、体重をかけてせり上がってくる。うおお、お、オッケー、行ってやろうじゃねえか、クリア。でなんか下でうごめいてるやつがいるけど、あいつら虫。ドン、なんだよ。オッケー、せり上がりの。よいしょ、せり上がりの。え、ごめん、どういうこと。あー、わかりた。え、わかった、本当にわかった。多分こうじゃないかな。で、って言ってるから、とりあえずドッシーンするでしょ。なんであのあれが映ってるのかがよくわかんないけど、よいしょ、ほっ、よっ、よし、早く、はい、はい、プレスして、オッケー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 、で、あっちも下がります。で、よいしょ、なるほどなるほど、あぶねー、まあまあシビア、おお、ギリギリ、俺の勝ち。で、あー、ここを溶かしておくともっとショートカットいけて楽になりますって話。うわー、やっぱこれフックショットあった方がいいんじゃねって思うけどね。しかもあそこ何もないんだ。時の歌を歌ったらなんか元に戻れるとかそういうのじゃなくて。シュ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 、オッケー。で、これは下を降りていくこともできるけど、まあ楽なのはこっちからゴロン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 。わあ、で、結局降りんのかい。あ、ちょっと待って、あ、登れなかった、普通に。なんだ、ちゃんとゴロンゴロンしなきゃいけないみたいだね。じゃあここ登っていって、皆さん、下手くそなプレイを見て、はぁ、マジでムカつくんだけど、お前って言ってる方いると思うでしょ。大丈夫、やってる本人が一番下手だっていう自覚もあるし、うん、ムカついてるからさ、なんかもっとサクッといけよってね、こっちなんすよ、せね、で、次にこういうことがあるんすよ、とか言って、おヒップ、ちょっと待って、雪玉一個もまともに壊すことのできないプレイヤーなんだからさ、許してよって、あぁ、え、一撃、よいしょ、ほ、危ない危ない危ない、ほほほほ、危ない危ない、でこっち、でこっち、でお前、お前何、お前は何をくれるんだ、開けてみろ、あ、違うな、アップレー刺さるところだった。え、じゃあここ、あ、ちょっと待って、正面は、あー、そういうことだね。なんで弓構えた？さあ、ゴロン、いきまーす。ヒュ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 、こいつのハメ技があるんだけど、ちょっと覚えてないからいいや。で、こいつを倒すことによって、近づいたらあれなのか。どっから出てくる？よいしょ。やばいやばいやばい、あ、ちょ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 、あー、これ食らうよね、そうだよね、やっぱ本来の倒し方じゃない気もするけど、よいしょ、あ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 、
こっちだ。よいしょ。あ、お、ずるい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 。あ、やっぱもうめんどくせえな。よいしょ、これでいいや。で、なんかどうせ分身の術とかで、あばばば、あばば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 ば、うい、あ、今日あー、なんかこんなにめんどくさかったっけ、こいつ。よいしょ、まだか。どちら、はい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 、終わりー。こいつ何だったっけ、ブリザード違うな、なんかスタルキット、まあ何でもいいや、もう適当適当。とりあえずあの小竹貝バージョンということで、これで炎ってか魔力使うやつばっかりだな。チャラチャチャ、炎の矢を手に入れた、火だるまだ。だるまさんがコロンベッド。で、早速 あそこからぶち破っていこうか。ちょっと待ってね。ほい。あ、上に行くためのあれなのか。まあいいや。じゃあ、とりあえず、シュシュ、あ、シュ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 、助走距離が足りなかった。ちょっと魔法ないこれ。魔法出てきてほしいんだけど。魔法、まあ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 、ハートも悪くはないけど、あ、やっぱり壺が欲しいな。ウベです。ちょっと待って、あそこに戻るためにどうしたらいい。まあいいや。じゃあ、まあ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 、じゃあとりあえずまだ行ったことないところ行ってみましょう。ファイユで、ポコポコポキン、パカパキンか。まあまだ20分中だから、まだまだできるよね。すげえ、なんか、怖い。で？オッケー、ペルペルペルペペン。オッケー、で、ここ落ちても大丈夫？あ、なるほど、なんかの下だな。あ、しかもここ滑らないっていうのがいいね。落ちかけてるけど。ちょっと待って。よいしょ。ほい。で、これ多分向こう側が開くんだろうな。あの、真ん中の方のさ。あ、やったー、ダイオクタだ。ちょっと待ってね。こいつ始末しといた方がいい？おお、涼しいじゃないか。よくもやってくれたな。よいしょ。で、こっち。危なっ。で、ゴロンゴロンになって、ゴロンゴロン走って行け。あ、ちょちょ、なななな、出た出た、あの、時々起こるあの、コントローラーが勝手に動いていく現象。ドゥーン。だるま落としをすればいいんだよね。あと逆にあの、下をぶち壊す。おー、ベル、変なやつがいる。もっと変なやつがいるんだけどね。私です。落ちたらあそこで競り上がってこいと、そういうことですか。だって普通に考えてさ、誰もにもさ、こんな極寒の中でさ、乳首丸出しで歩いてるってさ、もう変態じゃん。ここ何、あーはーはん、なんかどっかから来るんだよね、きっとね。上の階から来るのかな、黄色と。あー、そっか、いろいろとコテに入ったから。うるさい。よいしょっと。んで、とりあえず何のしがらみもなくなって急に来やがったこいつ。はい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 、お座り。地味にルピーくれるんだよな。あー、ちょっと違うな。まあいいや。ボボ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 ボ、はい、向かっておいて向かって、よいしょ。あ、違う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 、はい、よし、まいっと。はい、で、こいつはどこに持ってた、あそこかな。こっちまで持ってくれんのかな。オッケーです。
あ、でもその前にこっちもあるな。右側に高、おお、そういうこと。あ、楽っちゃ楽だな。激しいけどな。すっげえ激しい。オッケー、乗る。よいしょ。で、宝箱があるんじゃないのか。あれを取らなきゃいけないか、もしかして。そういうことだろう。あー、やっぱそういうことだった。それなんかちょっとやだな。なんか宝箱のさ、マークだけあってさ、物体がないってね。え、まあカプコンさんよくできて、任天堂。あ、ちょちょちょ、スケニーさんが怒ってる。スケニーさんが、ちょちょ、任天堂どうどうどう。オッケー。で、5匹、6匹、6匹、6匹って言ったら怒るんだって。あたしは人間だよって。あ、380人しか生きてない人間だよって言って怒ってくるんだから。これはもうこれでいいのかな。なんかでもあれ怖そうだけどな。おう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 おお。よいしょ。ちなみにあれはなんか壊すと出てくるかな。ちょっと待ってね。おう、はいはい、遅かった。もう一回。あー、今度は早かった。あ、ちょっとずれた。今です。あ、まだ早いか。むずい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 。わっ、なぜそうなった。ユミ、いやー、爆弾にも数限りがあるんですよ。あまり遊んでる暇はないんです。よいしょ。てか、そう、ちょっと待った。そうだ、あれを破壊する理由がこいつがいるかどうかなんですよ。いるな。オッケー、さあ、おいで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 。7匹目。結局引きって言ってる。あ、ほんでこっちに来るのか。いいねいいね。マジ待って、もうびっくりした。罠です、罠ですよ。おー、焦った今。え、そんなことあるんだ。オッケー、8人目で順調っちゃ順調だよね。じゃあまたどっかで登っていかなきゃいけないはずだから、ドン。どうしたらいいんだっけ。競り上がってしまったせいで、あ、向こう側に行くのにまたぐるっと回り道しなきゃいけないのか。はいはい、うるさいうるさい。よいしょ。なんかもうファウファウ言うてる。かっこいい、はい、かっこいいかっこいい、すごいすごい。うん、よくできてるよくできてる。で、あいつは別にいらないもんな。いいですよ、いいですよ。オッケー。あれ、こっちってなんか意味あったっけ。あれ、つらら祭りだっけ、こっちは。あ、違うな。あー、そうか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 。じゃあ、ちょちょちょ、何してんの何してんの。やばいやばいやばい、むちゃくちゃ。あ、ちょ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 、もう。注意、あいつは来ないんだな、結局な。じゃあいいだろう。で、このまま競り上げていって、あれ？むち必要なのかな？シュー溶けて、はい、オッケー。競り上がっていって、これで省略ができると。で、もう、ぶち当てると、あ、今度は下がるんだろうな。え？ありがとう。で、もうちょっと待ってね、あのね、おっさんだから記憶力がカスでさ、どこに行ったか行ってないかっていうのがもう思い出せないんだよね。ということで、ダルバ落とし。ありゃー、ドン。もう一丁行ってこい、ドン。ん？あっちにはもう行けないというか、行く必要もなさそうだから。これは？
クロール溶かしてやつだっけ。あっぽいね。登っていけそうだもんね。ちゃ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 、あちょドーン。あー鍵持ってないから今行けないしな。あそこに、じゃあちょ、多分あそこあれだよね、飛び降りるやつだよね。あーなるほど。じゃあこれ普通にと、なんでやねよくぞ骨も折れずに生きてらっしゃいましたね、本当に奇跡ですよ。びっくりした今、全然あれだもんね、飛び降る気なかったもんね。んで、これでここまで降りてきたところでなんか意味あるのか。あ、意味なさそう。あー30分過ぎたか。30分過ぎたから一旦ここまでにしようか。ここはなんか意味あるのかな。とりあえず溶かしとくだけ溶かしとこうか。ちょっと区切りがいいところまでと思ってるんで、なんか若干ね、地味に区切りが良くないんですよ。区切りが良くないから、っと、オッケー。いやーだけ手に入ってる。これ登っていったところで、なんか、登れるのかな？どこまで登れるか試してみましょう。めちゃめちゃ飛べたりして。シュ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 。ファイヤー！ん？ああ、そういうことか。で、君がここにある、あったのね。まあ、草タイプはでも氷タイプに弱いから、まあ大丈夫かな。ああ、ちょ、グエー。むか。ほぉポポ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 よし、オッケー、飛んでって、オッケー、終了ですね。ちょっと待って、この状態でさ、壊せるとかないの？だるま落とし1個とか。あー、無理か、無理ゲーだね。元に戻ってきただけか。オッケー、じゃあ飛びましょう。なんか、果てしなく、わけわかんないところをやってくれている間に登って、じゃあもう一回競り上げましょう。ちゅっ、めっちゃいきモンスターボン、あ、これ元に戻った。なんか元に戻ってるくせだとしたらはるかにめんどくせえ。そんなことあんの？え、壊したやつが復活してるってこと？うわ、じゃあ元に戻す意味ないやん。あ、ごめん、気のせいだったわ。こっち？で、違いますねー。ちょっと完全に積みました。あそこ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 、あとこれこっち行ってもだよね、違うな。言うてる間に、あれちょっと待って、こっちも違う気がしてきた。こっちが間違ってたら、ちょ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 、こっちが間違ってたらもう一旦キャンセルしまーす。キャンセルっていうか、パート区切ることにします。ちょっとあまりにもぐだってきてるんでね。で、こっち行って、ああ、もう一回やらなきゃいけないのか。オッケーオッケー、いいでしょう。なんか復活してやがるし。と、ペレペレペレペペン。ペレペレペペンだったわ。魔法の壺。オッケー。あ、時間制限ありありなんだね。へえ。で、ん？あっちに行きたいけど行けないんだよね、きっとね。よいしょ。よいしょ。
ドーン、なんか何かがパリンとなっているが、きっとそんなことは気のせいでしょう。違うんだよ。あのね、飛び降りたかったのに飛び降りてくれなかったんだよね。ってことで登りましょう。ちょ、ゴロンゴロンしてる状態じゃ登れないのか。あっちに行くべきなのか。でもあっち行ってもね、鍵がないからな。ちょっともう一回チャレンジするしかないよね。ほっ、あ、いけたいけたいけた。よし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 。でここで小さいアーキー見つけた。違った、嘘だろ。はい、完全に詰みましたので一旦ここでカットしたいと思います。また次回パートでお会いできたら幸いです。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、ごめんね。